もう気がついたらオートレーサーになりたいっていう子供の頃からの夢でしたね。当時年齢制限があって23歳で試験を受けないといけないっていう、それが僕にとってのラストチャンスだったんで、選手権で優勝することですね。ハンデがないレースなんで、それで優勝すると本当に日本一になったっていう証なんで、とにかく日本選手権を取りたいですね。すごい負けず嫌いですね。自分にはできるってずっと思ってましたね。オートレースだけは。まあ昔の仲間と別れるときに、お互い日本一になろうって言って出てきたんで、その夢だけは諦めたくないですね。